羽生結弦、ビジネスの新天地は中国か。日中国交正常化の記念行事に登場するという噂もご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。プロ転校後、初の公開練習を行った羽生結弦27は、滑り出しから飛ばしていった。報道25社の単独取材に応じ、 解説した YouTube のチャンネル登録者数は一気に70万人に迫る勢い。当の本人はスケートを続ける意気込みを語ったが、その新天地は日本のみならず、かの国となる可能性もあって、8月10日、羽生は生まれ故郷の宮城県仙台市で、7月19日に行われた引退会見以降、初めて公の場で表情練習を披露したフィギュアスケート男子の日本代表として、2014年の措置。 18年のピョンチャン五輪で連覇を果たした彼は、今年2月の北京五輪を最後に競技の世界から尻ぞきプロ転向を表明。今後はプロとしてアイスショーに活躍の場を移し、クワットアクセル、四回転半ジャンプにも挑戦するとしていたスポーツ紙のフィギュアスケート担当記者が言う公開練習で驚かされたのは、マスコミ各社との個別取材に応じてくれたことです。事前に一社五分という決まりでしたが、 それだけでも、優に、計2時間長。現役時代には、なかなか応じることができなかったからと、羽生自身が強く要望して実現した格好になりました。プロとして、再スタートを切った自分を、より多くの人に知ってもらいたい。そう願う羽生は、YouTube チャンネルも開設し、公開練習をライブ配信。再生回数は、140万回を超え、コメント欄は日本のみならず。 世界各国のファンからの歓迎コメントで溢れた中でも多くの熱烈コメントが寄せられたのは中国からで、熱強い羽生ファンがいることが証明された日中関係の調整弁、そもそも中国共産党のメディア統制が蔓延、バ・ビコルカの国では YouTube も自由に閲覧できない。多サイトを経由するなど裏技を駆使しなければならないが、なんとか羽生の姿を見ようと中国ファンは奮闘し、 アクセスしたというのだ。公開練習を取り上げた中国のウェブメディアをチェックすると、どれも羽生さんをとてもポジティブに取り上げています。とは、ルポデジタルチャイナ体験記 PHP ビジネス新書の著者で、中国事情に詳しいフリーライターの西田に書く、角、忠須氏である北京五輪でも羽生選手を応援したいと話す中国人は多かった。それまで中国における日本人男性像は、男村女比で低死関白など比較的ネガティブなものだったので、 強くてニュー話で品のある羽生選手の登場は衝撃を与えた。圧倒的な人気を誇っていますから、コロナが落ち着いたタイミングで、北京や中国国内でアイスショーなどが行われる可能性は高いと思います。ショービジネスの新天地としても中国大陸は有望のようだが、直近ではこんなサプライズも囁かれている。今年は日中国交正常化50周年の節目ですが、 9月に都内で行われる記念行事に羽生さんが登場するという噂が中国人富裕層の間で流れています。五輪の際、わざわざ中国外務省が羽生選手を応援しますと異例のコメントを出しましたが、羽生報道を増やせば新日感情は上がる。中国政府は彼の存在を日中関係の調整弁として機能させようと考えている節があります。同、週刊新潮2022年8月25日号。 掲載、新調者、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくお